はい。では、えー、人工知能第 14, 14章、えー、言語と論理1ということで、えーと、内容は自然言語処理で始めたいと思います。えっ、ー、と、ずいぶんですね、あのラストの方に近づいてきまして、前回で、まあ、機械学習の話は、まあ、一旦、えー、終わりまして、まあ、今日の中にもちょっと、ね、機械学習的な要素はなくはないんですけども、まあ、自然言語処理の話をいきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、ちょっとじゃあ、まずはストーリーいきますね。えー、ストーリー自然言語処理ということで、 ホイラック2号は迷路のゴールまで行く自信を深めたと。もうゴールへの経路を探索するやり方だって、敵の交わし方だって覚えた。場所がわからなくなったときには、位置推定により自分がどこにいるかを調べることだってできると。また事前に学習することで、宝箱や出口の扉も見分けられるようにもなった。これでゴールにたどり着けるだろう。ただ、 ゴーにたどり着けば終わりではなかったと。そうだ。男女の出口にはスフィンクスがいて、謎かけをしてくるのだと。まあ、ストーリー覚えてますかえっ、ー、と、迷路を抜けたら出口にスフィンクスが待ってて、謎かけをしてくるっていうのがホイダック2号の大冒険のストーリーですね。話に聞くところによると、スフィンクスは決して難しい問題を出すわけではなく、普通に論理的に考えれば解ける程度の謎かけをしてくるらしいと。しかしホイダック2号には、 現状では大きな問題があった。ホイダック2号にはそもそも人間の言葉がわからないのだということですね。はい、じゃあ行きましょうね。で、あの、ホイダック2号くんですね、まあ、こうやって迷路を抜けるというので、ラスで抜けた後にラストファイトをするわけですね。そこではこう質問さえずに答えないといけない。で、今までずっと迷路を抜けることを考えてきましたが、まあ、ここに来てですね、そもそもその最後のラスボスを倒すための言語的なやりとり。 まあこれをできないといけないんだよっていうところで、えー、まずはそれをどうするのってことがあるわけですね。ホイダック2号には、えー、文法に関する知識、合意に関する知識は地面に埋め込んで良いものとすると。ホイダック2号は誤りのない音声認識が可能であるとするとします。まあ、実世界のロボットを考えると、そもそも、まあえー、と音声で喋ってられますと。でこれをえっと言葉として認識すること自体が結構大きなチャレンジ。 になります、まあ、皆さんのご家庭にあるようにあのスマートスピーカーであったりとか、まあ、他の,、ね、あの音声入力デバイス、えー、Amazon の、えー、KindleFire とかそういうやつでも何ていうかお音声でこうコマンドを送ったりできますけども、まあ、そうやってかなり音声認識技術が高まってきましたけども、まあ、まあそこそこ音声認識誤りというのはいまだにまあ,ありますとでおよびです、ね、音声認識で認識できたとしても、まあ、視界にあるようにですね オイホイルダック2号と言われて、それはまあ、おいホイールダック2号という文字列として認識できたとしますと。それと、やっぱり言葉を理解するっていうことは、まあ、全然意味が違うわけですね。まあ、もし文字列にした時点で言葉の理解が終わってるんだったら、皆さんがテキスト入力して、おいホイールダック2号というテキストをテキストファイルで出たその時点でコンピューターはその言葉の意味を理解してることになりますね。 まあそんなわけはないと。まあ、音声認識はあくまでも、音声データからテキストにする。じゃあ、そのテキストになったもの、まあ、例えば、ウェブ上にあるあの文章とかでもそうですよね。あの皆さんが書く日記の文章でもそう。それをコンピューターがあの解析して理解する。まあ、そういうようなことのためにはどうしたらいいのか。まあ、それがまあ基本的には自然言語処理と呼ばれるもののメインターゲットになっていきますということで。 えー、じゃあですね、まあ、ここのコンテンツの話行きたいと思います。今日は、まあ、ただ自然言語処理で非常に広い、あのこ,れこれもあの分野でございまして、まあ、言ってみれば、言語学、言語学丸っぽをですね、あのコンピューターでやるということ、プラスアルファの世界まで、まあ、あるっていうのが、実際には自然言語処理の,あの話と考えてもいいかもしれません。はいでえー、っと自然言語処理って何ぞやと。えー ということをし、まあ、ちょっ,とってで、そのすべてを今日網羅することは全然無理なので、あのその非常に基本的な要素である、まあ、形態質解析、構文解析、意味解析は、えっと、アドバンスなのでちょっと。であとですね、最近あの、えーっと、むしろメインの潮流になってきている機械学習あ、ディープラーニングなどを用いた、ニューラルネットワークなどを用いた、えー、解析のための、まあ、その単語と文章をベクトルで表現すると。 いうふうな話を、えー、ちょっとだけしたいと思います。じゃあ早速中身に入っていきたいと思います、えー。まず自然言語処理と応用技術なんですが、まあ、先ほど言ったようにですね、自然言語をコンピューター上で処理するための研究を、まあ、自然言語処理。でこれはあのすとてもそのこの横文字ですね、えー、っとナチュラルランゲージプロセ r o c e s s いうんですけども、NLP。この NLP という言葉がめちゃめちゃ あの浸透してますのでついでにこの NLP っていう略称も覚えておいてもらったらいいかなと思いますけども特にですねこの機械学習のブームが2010年代に来ましたけども正直それよりも5年か10年前ぐらい2000年代ですねかなりあの自然言語処理の分野は他の人工知能分野に先駆けてブームになっていました。というのもですね それまで実はデジタルの文章ってそんな世の中なかったんですよね、相対的に。でところがですね、ウェブが広まって、まあ、皆さんも今テキスト、テキストであのテキストデータなんて日々いっぱい扱うじゃないですか。LINE にしろ、Twitter にしろ、ブログにしろ、メールにしろ、まあ、山ほどあるわけですね。で、あの学ば、ま、の、学ばプラス R 上のデータだってもう全部。 マナープラス R とか、ね、あの要はオンライン支援,支援ツールみたいな、オンライン需要ツールみたいなね、シラバスとか、そんなの全部テキストデータですよね。でそういうのって今、溢れてるわけですよ。でも実はもう20年前振り返ると溢れてなかったんですね。で、1995年、Windows95 が発売されました。で、それ以降、えー、2000年代に入る前ぐらいから、えー、じ,わじ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 わと、 インターネットが普及して2000年代にガーッとインターネットが普及しました。その時にウェブ資源、ウェブにあるあのテキスト情報っていうのはブワーッと増えてたんですね。で、多分、えっと、今大学生の、えー、皆さんとかのジェネレーションにおいては、もうインターネットがない世界はもう想像できない。えー、携帯でメールがやるとできない世界は想像できない、えー、わけですけども、携帯でブラウジングできない、スマホでブラウジングできない世界は,は想像できないわけですけども、 ただ、まあ、それいでます、それがあまりなかった。で、デジタルでテキストが出てくると、それをまあ、いかにしてそれを自動的に処理するかっていうところに価値が生まれてくるわけですね。で、それで急に、やっぱり、あの、自然言語処理のエンジニアっていうのの需要は高まりましたと。で、えー、っと、まあ、基本的には、そうやってテキスト処理、自然言語処理っていうのはですね、書かれた文章、テキストですね、書かれた文に、 対すする処理っっていうのがやっぱりメインですそこでや,やることは膨大にあるし応用,応用範囲はも膨大にあると。で、まあ、一方でもちろんなんですけども例えばスマートスピーカーに僕らがしゃべるときそ,その僕らがしゃべったことをスマートスピーカーアマゾンのアレクサであったり Google ググ、えー、ググホームであったり、まあ、そういうものはあのとか、えー、っと iPhone の Siri であったりですね、まあ、そういうものは我々のしゃべった言葉っていうのも理解しないといけない。 それは家庭にもしロボットが出てきたら、そことの対話でも必要になってくるっていうふうに、そういうふうなの音声言語をまあ理解するという意味でも、自然言語処理の技術っていうのはまあ必要になってきますと。とはいう,うものの、ここもまだまだあのここから発展していく分野かなと思います。で、応用分野としては、情報検索であったりとか、機械翻訳であったりとか、対話システム。 質問応答、文章要約などありますよと。で、あの情報検索っていうとです、ね、検索技術っていうことで、自然言語を処理するっていうイメージがないかもしれないんですけども、まあ、そもそもですね、Google の、Google とか、マイクロソフトの,、まあのえー、ウェブ検索のシステムであってもですね、あ実はそのキーワードを入れたら、単なるキーワードをテキストの中でそのキーワードがあるかどうかをマッチングしてるだけじゃ、あのランキングとかですね、うまく出ないんですよね。 でそもそも、かなり元あの文章側の方を自然言語処理でいろいろとこう下ごしらえしてやって、いろいろとやってやるからこそ、マッチングが図れるということが、まあ、実際にはまあ,ありますよとういうことで、対応に必要ですね。まあ、機械翻訳なって皆さんまあ日々使っている、Google 翻訳であったりとか、Deeple であったり、まあ、あるわけですね。はい。で、えっと、まあ、いいでしょうと。で、えー、コンピューター上で言語を扱う。 というのが、まあ、自然言語処理なわけですが、まあ、実はですね、わざわざ自然とつけるのには、まあ、意味があると。まあ、皆さん、自然言語って日常の言葉ってあんまり使わないですよね。言語は言語ですよね。じゃあ、自然じゃない言語って何なんだというと、これやっぱりコンピュータサイエンス、計算機科学、えーっと、我々の情報分野においては、あの人工言語が存在するからなんですね。つまり、プログラミング言語。 であったりとか、えー、XML とかあの、HTML のようなマークアップランゲージであったりとか、まあ、そういう,ふうに人で作られた形式的な言語っていうのがあります。まあ、C 言語、Java、XML、CSS、Python、ゃ、えー、ほにゃほにゃ,ほにゃ,ほ,にゃほにゃ、まあいろいろありますね。まあ、そういうものを、まあ、人工的な言語。でこれに対比する形で、えー、自然言語っていうのを持ちますと。 言語の特徴としては、言語の単語ごとに意味があったりとか、公、えー、文があってですね、文法があったりとか。で、それ、今言った単語があって、文法があるみたいなのは、実は人工言語の方も、えーあの、ちゃんと持ってるわけですね。人工言語ってそういうもんなわけですよ。シンタックスがあって、ね、プログラミングでしてあの、間違ったらシンタックスエーラーとか言われて怒られるわけですね。で、まあ、ただですね、えーと、自然言語、我々が日常で使うことには文法とか、 あるんですけどもなんていうかあのプログラミング言語ってですね、えー、文法とか間違えるとシンタックスエラーで、ね、返していいんですけど、まあ、我々が喋ってる言語ってですね別にあの誰かが喋られてきて文法間違ってもシンタックスエラーとか言わないですよねつまり、まあ、もっとなんかふくよかにですねあのちょっと曖昧さを含みながらですねコミュニケーションとかもするわけですね。 まあ、そういうふうに我々が日常で使っている言葉を、まあ、自然言語とまあ言いますよと。まあ、英語、日本語、中国語、アラビア語、さまざまな日常的な文化。で、あとですね、あのーまあ、大阪弁、えーっとまあ、関西弁であったりとか、まあ、各地での方言みたいなものがありますね。まあ、そういうようなものも自然言語です、当然。で、例えば歌詞、歌の歌詞なんていうのも、まあ、自然言語っちゃ自然言語ですよと。まあ、我々がこうやって使っている、あのー えっとに人間の言葉、これを基本的に自然言語と言いますよと。まあ、一方で、あのーまあ、比喩的な面も含みながら、えー、小鳥のさえずりとかがですね、えー歌、小鳥の歌声って言ったりしますけども、まあ、それがその文法を持っているとかですね、まあ、犬の鳴き声、犬も状況に応じて鳴き方を変えられるとかですね、まあ、こういうのはも犬の言葉って言ったりとか、小鳥の言葉みたいに言うことが。 なくはないんですけども、まあ、一旦こういう話は自然言語という話から外します。で、やっぱり人間の言語のことをまあ自然言語と言って、まあ、イメージ的には自然言語って言ったら自然界に存在する言語みたいなイメージを持つ人もいるんですけども、まあ、ここで言ってるのは人間の言語だと、まあ、思ってくださいよということですね。じゃあ、いきましょう。で、ここからですね、じゃあ自然言語を解析するのに、まあ、どういうふうな要素技術があるかと。 いうことを、まあ、要素、タスクですかね、があるかっていうのを、まあ、見ていきたいと思います。で、あのこれはまあ古典的な見方で、今の2020年代のですね、えー、機械学習に基づいた、えー、と人工知能、えー、自然言語処理というのは、必ずしもそうこういうふうなものを細かに、この通りに動くわけではないんですけども、やはり骨組みとして、まあ、我々はこういうふうなタスクがあるんだと、まあ、認識するのはまあ悪くないので、いきたいと思います。まあ、この例文を見てみましょう。 単純に私は窓から降っている雪を見た、えー。傘を持って家を出た。それを忘れてきた。まあまあこんな文がありますよと。まあ意味わかりますよね、多分、まあ、窓からこうやって雪を見てて、あのー、まあ、ちょっと買い物でも行くと傘を持って家を出て行っててですね、買い物でも行ったんでしょうと。で、買い物の先で傘を置いて忘れて帰ってきたみたいなんですね。まあそういう文章かなと思います。で、えっと、これをまあ、えー、っと、 コンピューターがどうやってこのテキスト文を理解するかという話を考えたときに、どういう前処理をしなあかんかを考えましょうと。どういうあの処理をしなあかんかと。で、まあ、まずはですね、まあ、例えば単語の単位を見いだせないといけない。これ特に日本語ではですね、あの英語とかと違って、あのスペースで単語が分かれていないんですよね。で、私は窓から降っている。 雪を見たと、まあ、これ、いわゆるあの高校とか中学とか小学校で習う文法でやる品種の話ですね。で、えー、っと、まあ、えー人間あの <coughs>、日本語の場合は、あのこういうふうにですね、えー、っと、活用とかもあるんで、ややこしいね、降っているとかね、ふうみたいなですね、降る、降らない、降ります、降ったとき。 え活用みたいなのもあるんで、そういうふうなものもまあ推定していかないといけないし、なのでそういう意味でまあ品,種品種の活用を推定してまあ分割しましょう、まあ、ぐらいに思っておいたらいいです。まあ、そういう形態解析っていうのがあります。もしこれを、えー、っと、えー、っと、何ですかね、あの、それをも忘れてを出、えー、てきとか言って単語にしてしまったら、忘れてきたって言われたら、出てきてないやみたいな話に。 まなりますので、あのー、まあ、から振ってっていうのにすることで、あ、振るっていうのは、何かその、なんていうか、何かがこう上から落ちてくることだなとかですね、まあ、そういうことを考えられるわけですね。まあ、そういうわけで、このまず単語単位に分化しないといけない。で、次が、まあ、文法なんですね。単語。で、えっと、形態素っていうのは、まあ、後でもうちょっと説明しますけども、まあ、ほぼイコール単語やと思ってください。ほぼ、ほぼ、ほぼイコール単語。 えっと詳細はもうちょっとちゃんと勉強したいですけども、大体いいいい単語だと思ってください。で、これをもうちょっと説明あの、日本語において単語っていうのはですね、かなり細かい、形態数細かい単位なので、大体いい文節って言われるものの方が、日本語の場合はあの、かかり受けの単位になることが多い。私はですね、私は。で、これを、えー、っと文法で考えると、就職の関係ね、えー、私は見た。 えー、窓から見た。降っている雪を見た。っていうふうな、かかり受け関係が生まれていきますと。で、こういうふうなものが、どれがどれにかかっているんですよ。ですね。私は降っているとおかしいわけですよね。私がばーっと降ってたらおかしいですよね。私は降っているってね、おかしい。で、こういうふうな文法の構造、こう,こういう構造を、えー、推定することを、まあ、公文解析とか、 えー、統合解析とか、まあ、えー、っと、言いますけども、えー、っと、それを、まあ、その、どういうふうな文法で考えるかっていうことで、区構造文法であったり、依存文法であったりってのは存在しますけども、まあ、いずれにしろ、ほとんど、まあ、就職関係を考えることだと思ってください。で、次、意味解析ですね。この辺から、ちょっと、あの、なんていうか、えー、っと自然言語処理のタスクとしては、 あマクツと言いますか、なかなか大変なことになってくるんですけども。まあ、あのー、まあ、何をやるかっていうと、あと一つは重要な、まあ、ちょっと一つは、公文解析との関係で言いますと、あのー、実は、例えば、この窓からのところを、ちょっと、空からにしましょうかと。はい、ちょっと変えます。で、今、この何々は何々から何々している何々を見たっていう文章で、 なんとなくこういうふうな、何々王みたいなですね、文法的な、あの、ワードが決まれば、かかり受け関係で決まりそうに思うじゃないですかところです。ところがですね、この、ここの窓からを空からに変えるとですね、実はかかり受け関係が変わるんですよね。つまり、えー、っとふ、空から降っている雪を見たいと、私が空から見ているのはおかしいので、 空から降っている雪を見たっていうふうに僕らは考えてんですね。雪が空から降ってくる。となると、かかり受けの関係はこういうふうに変わってくる。ということです。で、これを考えるとですね、公文解析をするにも、実はこの意味がある程度いると。単語の意味ですね。うん。で、まあ、まあ、いずれにしろ、その言葉の意味に踏み込んで解析しようっていうのが、まあ、意味解析だと思ってください。で、その時に、あの、えっと、各文法、 ケースグラマー、フィルムはの、真相作の話があるわけなんですけども、えーっとまあ、表層角と言われるものがサーフェイスケースと呼ばれます。サーフェイスケース。これは何かというのは、私はとか何々がみたいな、何々をですね。何々をっていうので、えー、何々かの対象を表してるんだろうなと思ったりですね、何々がっていうので、 えっと修修行主語を表すんだろうなみたいなことを言ってたりするんですけども、まあ、実際にはですねそのえー、っと、えー、その「おー」とか「がー」がついたからってその実際の意味がどうなるかってのは結構ばらつきがあるんですね。でそこに踏み込んでやるのが真相、まあ、格ディープケースって言われるものであの動作主格、えー、っと私は旅立つとかの「わ」とかですね 例えば私が旅立つでも、これそれは和であれ、ーであれ、両方動作出格なわけですね。まあていうように、その,その和とかーが,がこう何を表しているのかのレベルの話を真相格と言いますと。まあ、ちょっと深入りはしませんけども、そういうものを、えー、推定しましょうみたいな話も、まあ、ありますよと、えー、いうことですね。はい。で、ちょっとこの辺、ちょっと飛ばして。 で、文脈解析。で、さらに、そうそうやって単語の意味が分かって、かかり受けが、あの、単語の単位が分かって、かかり受けが分かって、それぞれの意味が分かれば、えー、っと、文の意味分かるのかっていうとですね、まあ、それだけでもなくて、例えば、これ、それを持ってきた。あ、それを忘れてきた。っていう文を見たときに、この一文を見て、それって何かわかりますかと。熊野のゆぐるみなのが、えー、っと、 何々記憶したことを忘れ,てき忘れてしまったのか、傘を忘れてきたのか、何か分からないわけですね。だから実は文っていうのは、その一文では分からない、意味が分からないことがいっぱいあるわけです。それは何によって分かるかというと、えー、文脈によって分かるわけですね。で、特にこの,この場合は、このそれっていうのは傘に当たります。で、こういうふうな、何がどれに当たるかっていうふうな話を、 えー、調べるのも昭和解析とか昭和、まあ、関係を調べることを昭解析と言います。で、ちょっとだけあのおまけで言っときますとあの、これテキストの場合はですね、それって言われたら、それがどのよう指しますかっていうのでですね、た多分えっと、受験の国語の問題とかでもあったと思うんですけども、それが何を指しますかみたいなね、ある,あると思うんだけど、まあ、実際にはですねあの、こういうふうなロボットとの会話とかを考えるとですね、 ロボットがいて、こうテーブルにこうコップがあってですね、ね僕らがこうそれを取ってみたいなことを言うわけですね。それを取ってと。言ったときに、このそれっていうのは実はこのテキストの中とか文の中を見ても分からないんですよね。で我々の日常会話の中でも、何て言うかそ、それを取ってとか、これをめっちゃ面白いでって言ったときこれとかですね。まあ、そういうものは実はあのテキストの中以外にも存在する。外部。 外部にある、まあ、外部称をって言ったりしますけども、外部称をって言ったりしますけども、まあ、そういうものも本当は出てくるので、まあ、これもある種の文脈解析ですが、まあ、自然言語処理は普通のテキストの範囲に閉じて、あのテキストのみを対象にすることが多いので、ほとんどなので、あのこれは今はあの含めませんが、えー、とまあまあまあ、えー、文の理解にはこの文脈解析っていうのが必要ですよと、えー、いうことですね。はい、お言っときましたと。 でまあ、形態質解析でまず区切ってあげて、えー、公文解析してあげて、その意味を理解してその文明学を解析すると。で、さっきの公文解析と意味解析でも言ったように、あのお互いが依存したりするわけですね。まあ、そういうのも難しいよということで、まあ、少なくともこのぐらいのことがないと、えー、自然言語っていうのは、まああのー、の意味っていうのは理解できないよねと。文の意味っていうのは理解できないよねということが、まあ、ありますよと。はい、いうことです。 ではまあ簡単な、えっと、基礎疾技術の関係を解、えー、きましょう。えー、この道をまっすぐ行った交番が見えます。そこを右に曲がれば修道院ですよ。この文章において、えー、そこが何を意味するのかを特定するために必要なのは以下のどの解析かと、最も適切なものを選ぶと。じゃあちょっと考えてください。はい。では、えっと、解,説を解説をしたいかなと思います。 えっとまあ、これ、そこですね。そこが何を指すか。でそこっていうのは、えーっと、交番ですね。交番のところですね。で、えーっとまあ、これは複数の文にわたる、まあ、指示語が何を指しているかっていうので、相関係を明らかにする。ということで、文脈解析ですね。ということかですね。ということで、はい、じゃあ、もう次いきましょう。 じゃあ次、えー、携帯数解析します。でも、携帯数解析の話はもう冒頭言いましたけども、えーとまあ、改めて、えーまあ、自然言語処理を勉強するのはですね、まあ、一つはも,うもちろん、えー、人工知能なりコンピューターに自然言語を処理させるということもあるんですけども、やっぱり同時に、えー、研究者の皆さん自身が、えー学えーと、学生自身が言語を理解すると、言語を理解するってことで、やっぱりあの、 パラレルであってほしいわけですね。同時にやってほしい。なので、あのーまあ、とりあえず言語とは何だろうということを、まあ、改めてみたいということですけども、まあ、一般的に自然言語には音素ですねあの。音声言語だと音祖。変、まあ、えた K と A がで,かですね。カッとアがあるわけですね。カ・キク・ケコ・アイ・ウェオ。そういう,ふうに音素があって、まあまあ、実際にはカ・キクという音説があったりするんですけど、 でさらに、えーと、形態素って言われる単位があるとで。そこから語、文、文章などといった階層間構造を持ちます。まあ、実際、そんなに空があったりですね。かなりまあ複雑な階層構造があるわけですね。で、この中で、形態素っていうのはですね、言語の意味を持つ最小単位です。で、この意味っていうのはですね、何のこっちゃと思うかもしれないんですが、そもそも例えば、 クとかですね、あの、クとか、スっていう風な音素単位にはですね、あの意味ってないですよね。クの意味が何ですかって辞書開いても出てこないですね。ところが、まあ皆さんご存知のように国語辞典とかありますよね。国語辞典、なんちゃら辞典ってあります。そうするとですね、単語が載ってるんですよ。大体単語。丸、まああれ性と思ってください。で、えー、っと、それを、それに意味が載ってるわけですね。 ええっと、だそのある種の最小単位ってあるわけですよ。つまり、人間の言語って面白いもので、音素が並んで一定のまとまりになったときに意味が与えられる。Okay、例えば、えー、っと例えば、えーっと、アルマジロっていう動物を考えたときに、アルマジロは意味を持つんだけど、アルマジやと何残っちゃった アルマ、でもアルマの意味が、アルマとジロでくっついてアルマジロっていうわけではなくて、アルマジロなんですよね。これがまあ、形態層ですと。で、あのー、まあ、それはまあ、いわ皆さんが、まあ比較、あのー、普通、えー、いわゆる品詞とかを考えましょうっていうこ国語でやっていた、えー、単語の 話に多いと、まあ、日本語の品種分類だといかにあるようにですね、英語が自立語と付属に分かれて、まあ、そこからまあ動詞とか形容詞、形容動詞とか、まあ、皆さんが慣れ親しんだ、えー、文法的な単位にまあなっていくわけです。いいでしょうかね。はい、で特に日本語の場合、コンピューターがあのテキスト解析、自然言語処理をしようとすると、どうあがいてもですねスペースがないからですね、これをスペースを。えー、っと なんか単語の単位を見つけていかないといけないえということです。英語の場合だとまあスペースで基本的に切ってあげればまあ基本的な単語の単位は出てきます。まあもちろん複数形とかね過去形とかまあそういうものは扱ってあげないといけないんですけどもまあいいでしょうかと。はい。でえー、っと次行きましょうかと。でまあ形態素っていうのは文字によって、えー、表現された自然言語文のあぶえにょ書き文字においてねえー、っと。 意味を担う最初のこと,ことですね、単位ですね。で、えっと、まあ、あ携帯素解析には、まあ大きく分けて分かち書き、あの、まあ、あワードセグメンテーションと、だなんて言いますけども、分かち書きすることと、まあ品種を付与することと、えー、っと、語形の変化っていうのを見ることが,でがあ、あの、必要ですと。えー、っと、まあ、あ特にですね、あの、日本語の場合は活用があるので、 えー、例えば、えー、とあげ、いく行きますね。で実は、ワードセグメンテーションするだけでは、行くと行きっていうのがこう違う単語になっちゃうわけですね。文字列として。だから、行くの意味と息きの意味が別物のの、ね、やみたいな感じになってしまうので、まあ、そこはっと活用を考えて揃えてあげるっていうのが望ましいわけですね。はいでじゃあですね、まあ、あのちょっと。 皆さん、まずは手でやってみましょうという話で。今日はですね、アルゴリズム的な意味では、あまともにあの携帯数解析ぐらいしかまともにあの説明できないので、時間の尺の都合上といいますか、まあ。とりあえず、携帯数解析についてはちょっとだけあの噛み砕いてみたいと思います。じゃあ、私は人工知能概論を受講している。これ,に、えっとこれあの、日本人でもあの困って、留学生の学生は苦戦するやつですけど、庭には庭に裏庭には鶏がいると。 ほんまは裏には、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 に鳥がいるの方が、あの、難度高いんですけども、まあちょっと順番変えてますけども、はい。じゃあ、これちょっと分かち書きをしてみてください。えっ、ー、と、アルゴリズムとかは気にしなくていいです。とりあえず、えっ、ー、と、日本語文法の知識を使ってやってみてください。はい。では、えっと、解説いきましょう。まあまあまあ。 こんな形ですか、ねえー、と上はですねう僕は、えー、人工知能概論を受講しているということになります。それぞれがの品詞で何かというのは、まあ、それぞれ見ておいてください。でえっとでえー、例えば、でもですねこの赤い文、これ人工知能概論というのを1単語にするか、人工知能を概論にするかみたいなところは、まあ、単語の定義、形態素の定義によりけりなので。 まあここはあのはっきり言い,言いにくいですよね。はい。で、えっ、ー、と、下の方ですよ。下の方、本当に意味がわからない。庭には庭、裏には庭に,には鳥がいるというふうなのは、これはやっぱ兵隊素解析のえー、っと、仕方。まあまあ、意味はですね、この裏庭にはガーデンね。ガーデン。えー、っと、2 birds。2、えっと、two chickens、uh,。 In the, uh, is, uh, in the garden and、uh, hasse. <laughs> 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 えっと、裏庭って何て言うのえっ <laughs> と、behind the garden, behind the, the building, 裏庭ね、には、2 chickens ね。庭 <laughs> 鳥がいるというふうな。庭 <laughs> には、庭。庭には、庭。裏庭には、庭。庭 <laughs> <laughs>、えー、鳥がいる。庭鳥がいる。 えー、ということで、あのー、この、よいしょ、えー、このですね、あのー、形態解析、できるわけなんですけども、じゃあ、あのー、<coughs> じゃあ他のやり方ないかと。例えば、庭に、葉庭裏庭に、葉庭には鳥がいると。 いう風なのだってできるじゃないかと考えると。で、えー、っと、これもまあまあいいかもしれない。庭に埴輪っていうのはこういうやつね。埴輪。日本史に出てくる。えー、っと、ヒストリカルで、エンシエント、エンシエントドールですね。はい。で、これあかんのかと言われたらですね、埴輪鶏ってあるかもしれないけど、そもそも埴輪鳥っていうのがですね、まああればこれ下可能なんですよね。 なので、その場合には下もありになると。ただ、それは単語としてあるかどうかですね。はい。で、まあまあまあ、あの、まあ、あるんだったらいいかなと思うんですけどね。と思って、まあ、実はあの、この前、まあまあ、あの、Google イメージ検索をやってみたら出てくるんですよねって話は、ハニワニワと言っていうのがありましたと、えー、いうことで、まあ、あのそこははにわにわとりっても皆さん知ってたら、まあ、この、あの、携帯使いすぎもありだなということで、まあ、ポリポリ。 まあいいんですけども、まあ、いずれにしろこんな感じがまあ答えになりますよということです。携帯使いすぎというのはこういうもんですよということですね。はい、で、えっとまあ、これ今やってみてもらったのは、これ、こういうの結構大事で、あの人工知能なりシステムにやらせようタスクをまずは人手でまずはやってみるというのはそれに対し、人手でやってみたことをすごいこう内省してみる、自分でこれどうやってんのかなって、どういう情報を使ってんのかなって考えてみることによって、 何て言うかな、アルゴリズムの基本形が見えてくるっていうのがもう非常に重要なところです。で、そういうことを考えていくとですね、非常に古典的というか、あの初歩的には、まあ、単語の情報は使っているのなと、さっきも言ったように、はにわにはとりがあるか、あそれはないと考えるかによって、えー、っと、分節の単位が変わっていくし、例えば人工知能概論が、人工知能概論という単語があるのか、人工知能と概論があるのか、まあ、そういうふうに、どういう単語ですね、あるかと。 であとはあの、えっと、どういう言葉の後にどういう言葉が来るかですね。で、えっと、さっきのやと、はにわにわとりがなかったときにですね、はにわにわとりがいるっていう言とっていうふうにあのセグメンテーションするのも一つの考え方なんですね。はにわとにわといって単語があるから。かけど 裏庭に葉庭、鶏がいるって名詞名詞とこう来るのはなんか違和感がありますよね。だからまあ違うなと思えるわけです。なので実はそのどういう単語がこう並びやすいかというふうな情報が大事。まあそれを連接辞書っていってですね、まあ統計的にはまあえっと N グラムモデルとかですね、まあそういうものがとか出てくるわけなんですけども、あ単語間の繊維確率。 とかが出てくるわけなんですけども、まあいずれにしろ、えーっとまあ、こういう知識を用いることで、えー、形態解析が一定できますと。で、これをやるときにですね、まあ、一番スタンダードなやり方としては、まず、えー、まあこれをスタンダードというかですね、あのまず単語辞書があったらですね、単語ラティスっていうのは作れます。これまあ見ましょうと。で、多分、さっき「はにわにわ」というの方が答えなのか、えー、っと、 はには鶏のやつが答えなのか、裏にはにはには,には鶏がいるっていうのは答えなのかっていうのを考えるときには、やっぱりその、同文分通貨の候補っていうのは頭の中で描いたと思うんですね。で、ない単語の分化の仕方はないと。ただ、辞書の当てはめ方を考えたら、いろいろ候補があり得ることがあると。じゃ例えばこの山田がいないという文を考えましょうと。そうするとですね、実は、まあ、山田がいないと、い,いが動詞、ないが助動詞というふうに、 分割するルートがあるとともに、例えば山っていうのもです、ね、マウンテン。マウンテンの山っていうのも、まあ、あるわけですね。山だ。山だ。あれは山だ。ザツマザツはマウンテン。っていうふうなものをだ。っていうこともある。山だ。がっていうふうな感じでいくこともあり得るわけ。あと山だが。山だが。山、あ、マウンテン。ばって。いう 山、まあ、だがっていうのも、まあ、あり得るわけですね。でそう考えてあげると、実は手持ちの辞書で単語をこう当てはめていくだけでいろんな候補があるということになります。で、これをことを、まあ、単語ラティスと言います。で、まあ、でこれで言いたいのは、とりあえずまずはですね、単語辞書で、えー、とこう文を分解しただけではですね、形態図解析は終わらない。で、形態図解析っていうのは実はその中で一番、えー、まともな パスっていうのを、えー、見つけることです、すこの考え方をするとですね、まあ、実は動的計画法の問題になるよと。これは動的計画法と別名、これビタミアアルゴリズムっていうんですけども、えー、っと、コスト最小化でいくと。で、例えば、その連接のしやすさ、えー、単語と単語のつながりやすさっていうのを、えー、っと、コストで表現できたとしましょうと。 例えば、山田がっていくのは、まあ、行きやすいからコスト1と。えっ、ー、と、まず、山、だがっていうのは、ちょっとこれはいかんなってたらコスト高め。5とかですね。まあ、そも,あとそ,もそもその単語に行きやすいか行きに行くかのコストね。えっ、ー、と、山、山田、えー、山田はまあそこそこあるでしょうと。あ、そこそこまあ3ぐらいでしょうと。であと、例えばこれ、山田がいないいないさん、いないさんっていう人がいると。 いいないわかんない。えっと、まあ、これはコスト5で高めというふうなことがあったとします。でそうするとですね、実はまあここのやるのは最もコストの小さい、コスト最小のパスを探そうという話になります。となると、例えばまあ、なんていうのかね、あのこのえー、最初はコスト0で、えー、3た三、3、えー、こ,こ,でここに来るには3たす3でコストが6かかると。 これ3足す2でコストは5がかかるというような感じで、えー、っと、コスト計算していくと。で、そうすると、えー、えそでゴールバーの最短距離を、最短距離を計算しようというと、これ、動的結構法で解けるので、よいしょ。まあ、メモ化していってあげるとこんな形になって、えー、結局、この山田がいないっていうパスを最適に、あの最適として、まあ、計算することができるわけです。はい。まあ、いいでしょうかと。 で、まあ、次はですね、じゃあ、ここの、どうやってこのコストを計算するんだということになります。で、昔はですね、これをまあ、ヒューリスティックにというか、あの、手で勝手に決めてたわけなんですけども、まあ、よく考えたら、これ、いっぱいの文章出てたらですね、結局、あの、コストが小さいって何かって言ったら、よく見るってことですね。よく見る。山田があってよく見るじゃないですかと。はい。なので、そういうようなものは、統計情報で見ることができますねっていうので、まあ、統計的アプローチ。 があり得ますで、N からモデルっていうのが一番まあお簡単なモデルでございまして、そもそもある単語、例えば山田っていう単語があった後に、がが来る確率、確率を考えます。で、真面目に考えると、まあ、WT イコール、えー、がが WT マイナス1、えっ、ー、と、ワンステップ前の単語が、えー、山田。 で、これが2つの単語の間の確率を考えているので、まあ、バイグラム確率というふうなことを言いますよと。で、この前2つ、山田が、えー、いないみたいなものだと、まああのいない、えっと、W、よいしょ。えー、っと、まあ、その、 えー、ちょっとまあ消しますけども、まあ、まあトライグラムっていうのは、前の2つの情報を見てあげて、はいえー、っとふ2つの情報を見てあげて、えー、っとそ,その2つの,2つの単語から次の単語が出てくる確率のを考えるというのがトライグラム。ユニグラムっていうのはもう文脈考えずに、とにかく山田っていう単語が出てくる確率っていうのを計算するのがユニグラムモデルです。 まあこういう,ようなものを考えてあげると、実はあのどの単語からどの単語に行きやすいかっていうのが数値的に計算できますと。でそうしてあげると、えー、今度どういうことを考えるかというと、あのーまあ、その確率が最もその起きやすい確率のものを、パスを選ぼうという話になります。これは、えー、っと、確率の最大化問題、えー、でパスを決めるっていう。 ことですし、これは実はまあ大体確率っていうのは、ですね、これえー、っと機械学習の2週前にやったかもしれないですけども、えー、ログのマイナスをつけてあげると、だいたいコストに変わるんですね。コストとか距離っていうのに。まあ、なので、それでさっきのコストっていうのを計算してあげて、えー、っとさコスト最小化問題にすることもできます。まあ、こういう,うな感じで、あの確率を使っていろいろ自然言語処理するのが統計的自然言語処理ということに、えー、っとよく言われます。はい でさらに、このやり口で、実はあの品種のタギングですね。あのえっとパート・オブ・スピーチ・タギングってあの英語では言いますけども、ポスタグ、パート・オブ・スピーチ、パート・オブ・スピーチ、パート・オブ・スピーチ・タギングって言いますけども、まあ、こういうふうにあの形容詞とか名詞とか、こういうふうなものも、実は隠れマルコフモデルって言われる統計モデル。 であのやることがまあできて、えーっとまあ、裏で品で種、ね、のマルコフ繊維が起きているというのを、例えば動詞の次は名詞が来やすいみたいな、そういうやつですね。で、その上であの出力の、えー、っとモデルを見て、出力の値を、えー、単語を見ていってあげると、まあ、こんな形で系列ラベリングできるよねという話がまあ,ありますよということですね。はい えとまま、実際にはあのちょっと、ま、あの複雑になるんですけども、まあ、なんか、えー、とこういう確率モデルによって品種の推定をやることがあるということを、まあ、覚えておいてください。で、えっと、で,ですね、ちなみに形態図解析については単、単語のセグメンテーションですね、単語の分割については、あのなんていうか、単語辞書を使った上で動的結果法をやるという話もしたんですけども、まあ、もっといろんなアプローチが、まあ、ありえますよと。 まあ単純にですね、あの単語分割っていうことだけを考えるとですね、単純に、えー、と文字列があったときに、そのどこに単語区切りがあって、どこにないかということを日判別問題として扱うみたいなこともまあできます。例えば、まあ、これはまさにあの、えー、とよくあるまあインプットの文があって、アウトプットとして、えー、と分割されたものを出すというところで、あのまあ、学習データとして 山山山田田田がが食べた山田も行くよ今夜が山田とかですね、まあ、こんな感じの文をばーっと入れてこういう風な前後の場合にはここにはあの分割線が入る入らないっていうのを予測するっていうモデルを、えー、作るとでそれによってこの分,あの分割をしてあげるってこともまあ一つの手ですよねと、えー、いうことですねはい、まあ、いろんなアプローチはあり得ます であのまあ、あのとりあえず、まあ、携帯使い解析なんですけども、今、いろいろあります、ウェブのツールとかでもありますけども、まあ、このメカブっていうのは、まあ、だいぶ昔から、ずいぶん前からあの提供されているあのツールですね。えー、っと <coughs> まあまあまあ,あの、ダウンロードして使ったりとか、皆さんのプログラムにも組み込むこともできますので、もしよかったら、またあの動かしてみて、試してみてもらえたらと思います。 はい。では次、えっと、公文解析いきましょうか。えっと、公文解析っていうのはですね、まあ、あの、先ほども言っ,言ってたように、えー、就職関係とか、区構造を見い出すものです。で、特に、えっと、よく扱うのは、えっと、インド、ヨーロッパ語族といいますか、まあ、特に英語ですね。で、あるような区構造文法です。で、英語っていうのはですね、あの、まあ、まあ、皆さんの、えっと、英語を勉強するときにやったと思うんですけども、 例えば、the robot, quarter cat in the room という文章を考えますと。言いうと、the robot が、えー、っと、そのロボットが猫を部屋で捕まえたんですよね。というまとまりがあります。で、これは、まさにセンテンスが、名詞句と動詞句に分かれているということなんですね。で、q u ー・ r t e r cat in the room っていうのは、えー、コート、捕まえた。部屋の中にいるキャットを捕まえた。 とで、えー、これは、これは VP が、動詞句が V 動詞と ACAT っていう名詞句と PP っていうです、ね、あの全知識、インザルームって全知識に分かれたということになります。で、えーっと、NP の方、ザロボットの方はザとロボットに分かれるですね。デターミナントは、えー、っと要は監視と,、えー、っと N っていう、えー、っと名詞に分かれると。 いうふうにこういうこううですね、気構造になってるんですね、文が。で、これを公文儀。この木を公文儀と言いますし、公文儀を作るのやルールがあって、センテンスは NP と VP に分かれると。で、一方で、センテンスが、えーっと v、例えば、P えー、っと VP と VP に分かれるかって言ったら、それもちょっと分かれないわけですね。 であの、分かれ方には一定のルールがあるんですね。まあ、それが、えー、と文脈自由文法、えー、とか、まああのまあ、それがその生,成生成文法であると言います。まあ、その一種が文脈自由文法と呼ばれるものです。まあ、単純にはあの、こういうふうにです、ね、分かれ方のルールがいろいろあって、この分かれ方のルールがこう適用されて S が、v、NP と VP に分かれていったりすると。で逆にこう、その文に、文がこう単語の並びが与えられたときに、 これにこう,うまくマッチするこういう隠れた機構造を推定することができればそれがあの文法の解析になると、えー、いうことですね。文法構造の解析になると、えー、いうことですね。はい。で、えー、とただまあ日本語の場合ではですね、日本語って統治法とかその順番をこうかなりひっくり返してるんですよね。まあ、そういうこともあって、気構造文法はあまりフィットしないということも。 まあ言われまして、日本語の場合はその依存文法というものを考えたページで、かかり受け解析というのをやりますで。ちなみにさっき言った構造文法のに対応するのは、えー、構造解析というのをやりますで依存。依存文法に対するかかり受け解析というのは、結局、ロボットは捕まえた、その部屋で捕まえた、猫を捕まえたというふうに、何が何にかか,りか,かるかとえいうことをやるわけですね。はい ちなみにこれしれっとこれロボットはとかの単語じゃなくて分節単位になってますけども、はいまあ、こういうことをまあやりましょうというものですとで、えっとまあ、ちょっとあの詳細にはもう入りませんけども区、えー、構造文法の公、えっと、文解析のアルゴリズムだと、まあ、あのトップダウンで S からいろいろ分割していくことによって、えー、っとこの最終的なものにマッチさせようというふうなアルゴリズムの組み方 で,えー、っとで、ボトムアップ法っていって CKY 法、えー、なんかが有名ですけども、こうくっつけていくくっつき方、妥当なくっつき方を探索するというふうな、えー、ことが行われますと。で、まあ、基本的には探索しましょうということですね。で、これ今あの、えーっとまあ、これ言ってままた今書いてるのは幅優先とか優先っぽいですね、コストのつかない探索の仕方ですけども、 まあ実際にはこれとこれがくっつきやすいかとかくっつかないかみたいなことのコストが入ってきたりとか確率が入ってきたりしてですねそういうのを使っての何ていうかあの探索法になりますで、まあまあ、何かしら適切な、えー、構文の構造っていうのを、えー、解析していくということになるのかなと思いますはいまあもちろんいろんなアルゴリズムがあります はいでまあ、あのとりあえず動かしてみるっていうのでは日本語のかかり受け解析するのはもうこのカボチャっていう、えー、ソフトウェアとかが、まあ、ありますのであのもしよかったら動かしてみてください。はい公文解析はこんな感じでしゃしゃっといってしまいますで。意味解析については、まあ、よりシャシャっといっていきます。であの、まあ、実際問題今まだコンピューターの中で意味をどう扱うっていうのはまだまだこの何て言うんですかね意味とは何ぞや問題みたいなものはですね なかなか重,重くありまして、まあ、今のところはですね、やっぱりまあ基本意味っていうものを、このごとごとの相対関係においてあの表現するっていうのが、まだまだあの主流なのかなと思います。まあ、僕自身はね、そういう考え方に対して意を唱えるっていうのは、むしろ自分の著作とかですね、研究では多いんですが、まあまあまあ。<laughs> はい、で、えーとまあ、意味ネットワーク。 っていうのがとかはがそのががとそ典型ですよとまあ例えばえー、っと人間っていうのは何だろうって言ったら人間っていうのは二足歩行してはずは手,手を持っているとでえっと例えばサラ山田田中とか山,山本っていうのはサラリーマンの一種でありみたいないざ関係があるとで島本は経営者でありサラリーマンと経営者は人間だとまあ、いうふうなまあなんか そんな感じの何ていうかな、いざ何々は何々であるっていう風な関係とかをつなぎ合わせてあげて、えーと、言葉の相対関係を定義するというふうなことをしますと。で、まあ、ちょっとあの細かい話ですけど、覚えておいてもらいたいのは、い、ま、ざ、あ、関係っていうのは結構特別なあの関係でございまして、でこういうふうな意ミネットワークを含むとです、ね、階層関係っていうのがまあ現れてきます。その中で、い、ま、ざ、あ、関係っていうのは、 ある意味特別でこれだからオブジェクト思考プログラミングとかですねオブジェクト思考プログラミングとかやるとめっちゃ出てくる話なんですけどもあのまあ上位の概念を、えー、持つ性質は基本的に下位の概念にも引き継がれると引き継がれると、えー、動物は鳥の上位概念なので、えー、その鳥,鳥は動物の持っている要素っていうのは引き継ぎますということですね。 あのクラスの継承っていうのは、まあ、オブジェクト指向プログラミングやってるとか、まあ、そのものです。クラスの継承概念とかです。で、ハザー関係なんていうのも有名,有名なんですけど、例えば、手は人の部分であり、例えば、四輪のね、タイヤ、4輪車、車のタイヤっていうのは、車の一部なんですが、じゃあ、その一部であるところの、えー、っと <coughs>、まあまあだから、えっと、車タイヤの性質っていうのを車全体を受け構かってると、そんなことはないと。えー、いうふうな。 ことですねまあまあまあそんな感じですね。はいえー、っと例えば、まあ、田中は二足だから人間が二足歩行するので結局田中も二足歩行するということですけども、えー、っと同じように考えると,、えー、っと透明爪は透明だけどだからって言って手が透明なわけではないわけですね。 だから、イずわ関係は継承するけど、はずわ関係は継承の性質がないと,ということです。はい。まあ、このぐらいの話だけしておきます。他にもいろいろとあの言うべきことはあってですね、えー、あるんですが、はい。で、あの次回、術語論理やります。で、実はその意味ネットワークで言った話というのは、術語論理のサブセットに、えー、なりますので、あのー、まあまあ、そこまで言ってからもう一回ちょっと考えてみてもらってもいいかなと思います。 でもちろん意味っていうのはですね、まあ私たちの僕,僕ら自身が僕,僕ですね、僕とかの研究チームとかよくやってるように、あの、なんていうんですかね、テキスト情報だけではなくて、やっぱり実世界の、例えばリンゴが何かとかですね、こうコップが何かっていうことを考えたら、こうコップの現実の物体を見たことないですね、テキスト処理マシンにコップの意味が分かるのかって話がやっぱりあるわけですよね。まあそうやって意味っていうのは実は、あのテキストの情報だけに閉じない。 存在でで本当はありますの,で、まあ、あの解析しきれないっちゃしきれないんですけども、まあ、テキストのできる範囲で何ができるかっていうことが、まあ、自然言語処理ではお送りされるのかなと思います。はい、じゃあまずね、まあ、とりあえず意味ネットワークっていうのを、えー、とまあちょっと見よう見まねで <laughs> 書いてみてくださいというのが演習4の3です、はい、じゃあちょっとやってみてください。 はい、では解説しますけども、まあ、ほとんど何の説明もなくね、言ったので、何のこっちゃって話あるかもしれないんですけども、まあまあまあ、こうやってですね、ある人の概念といいますか、ワード、言葉の、えー、相互関係っていうのを、こうやって、か、あのー、まあ、めは鳥であるみたいですね、まあ、こういう関係で表現することが、まあ、できますよねということですねで、意味ネットワーク、セマンティックネットワークっていうのは、だいたいこういうものですよと。 でまあ、大体あの、なんとなく想像していただけるように、今やまあこういうふうなデータベースっていうのは、えーっとえー、いろんな形で、ウェブでフリーであの提供されているものもありますので、えーっとまあ、こういうふうなアプローチを取りたい場合は、そういうものを調べていただいて、あの使っていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、えー、最後のところに行きたいと思います。ちょっと今日は多いですね。 で、これまでのところは、まあ、比較的言語学的な考え方に寄り添った、えー、アプローチです。で、これに対して、2010年代のまあ半ばぐらいから、よりこう、機械学習ベース。実はその前からそうだったんですけど、その前から一定そうだったんですけども、ニューラルネットワークベースでの機械、あのえー、自然言語処理をや,やるように、余計顕著になってきた、えー、考え方として、もう、 えー、要は画像と一緒ですね画像の入力したら、まあ、前回やってましたけども画像って結局 RGB の画素で数字でガー並べて突っ込むじゃないですかそれと同じで、まあ、文っていうのも単純なベクトルとして突っ込むという考え方々が発展してきてですね、まあ、むしろ、まあ、今やこういうアプローチがメインになっているんじゃないかなと思いますで、えっとまあ、そういうのをやるときにじゃあ言語文っていうのをどうやってベクトルにするんだって話があります で、小れの話をちょっとだけしましょうと。いうことですね。で、えっと、まあ、一番簡単なやり方っていうのは、そもそも言葉の意味とかを全部ガン無視してですね、えっと、ワンホットベクトルってやつに変えます。で、これが基礎です。で、例えばですね、アップルっていう単語。例えばこれ辞書。えっと、辞書を用意して、この辞書の え、単語の並びを、これ1番、2番、3番、4番ってこう並べてたとするじゃないですか。そうすると、1番目の辞書の値っていうのは、ワンホットベクトルっていうのは、例えばここ、すみません、これが例えば2万語あったとしましょうと。そうすると、これ2万次元のベクトル用意しますと。で、えー、っと、1番目。一番目の辞書の、辞書の1番目の単語っていうのは、1番目だけが1で、あと全部0っていうベクトルにします。で、2番目の単語については、 2番目が1で、あと全部0っていうようなベクトルにします。こうすると、1個1個の異なる単語は異なるベクトルになるっていう条件をまあ満たすことができる。まあ、これをワンホットベクトルと言います。で、これをワンオブ系表現と言いますけども、まあ k、形項、形次元のベクトルの1個だけが1、えー、っていうことですね。うん。いいでしょうか。はい。まあ、やったらその、 まあ一個一個の次元がどの単語かっていうことになるんですね。そうするとやっぱりすごい高次元になってしまうから <laughs>、いろいろ大変なんだけど、まあ表現することができると。でですね、よいしょ。この表現を、えっ、ー、と、文とか、えっ、ー、と、文とか文章に対して適用するのが、バグ・オブ・ワーズ表現です。で、えー、これ実は、内部ベージュフィルターの時にやってたんですけど、実際には。 えー、単純にですねあの、単語やキーワードがどれだけの数含まれているかっていうのをカウントすることによって、文や、えーえー、文章の表現を作ってあげると。例えば、えー、っとあるそれぞれのウェブスページがあったとしましょうと。で文章1、文章2、文章3と。でこの、これらのキーワードっていうのが何回現れたかっていうのを確認すると。すると、えー、例えば1番。 知能というのは3回現れてロボットが1回出てきたと。あとはこの辺についてはなかったとなったらですね、えー、っとこれまあいわゆるワンホットベクトルを足し合わせてるわけで、ね、ワンホットベクトルがこう、まあ、知能が3回出てきて、ロボットが1回出てきたからそれを足し込んで、こういうベクトルが出てきたと思ってください。で、そうするとですね、これっていうのはなんかまあ人工知能とかロボットの話なんだろうなと思う。 で次でも、例えば知能っていうのがあるんだけど、なんかここにこうトナカイ・サンタクロースとかいうのがあると。あトナカイ・サンタクロースがカウントで出てくるってことは、これはクリス,マスクリスマスのなんかのセールなんかなと。で、知能って、そうかとか、知能を発達させる玩具とか、地域玩具とかの話かなとか思ったりもするわけですね。まあ、なんかよくわからないけども、まあ、なんかそういう話なのかなと。で、例えばでもこの辺になってくると、こう。 政府自衛隊とかなってきてですね、なんかきな臭い話やなと、と新聞の何かその憲法改正の話とか、なんか僕からないけど、正直な話なんだろうなというふうに、まあ実はその単語文章行列、えー、それぞれの単語がそれぞれの文章で何回現れるかという、えー、っと行列はですね、実はこのカウントだけで結構、その文章が何の文章なのかがか僕が漏れ出してくるんですよ、分かる。 で、結構こういうようなものはトピック分析、情報推薦、えー、検索などにまあ用いますよと、えー、いうことにまあなります。はい。で、次ですね。あのー、よいしょ。で、ただそのワンホットベクトルで次元がでかすぎるんですね。そういった後あのー、ワンホットベクトルっていうのは、どの単語とどの単語も全部等距離に遠いんですよ。えー、っと、距離が。 ルート2になるの <laughs>、えっとえー、と1の2乗足す1の2乗で足してルート2か。まあまあまあ、あのー、まあ、ベクトルとしてはあのー、直行しているベクトルですね。で、えー、これを、あのー、まあ、近い単語は近い場所へ、近い、えー、ベクトル、遠いベクトルは遠いベクトル、えー、遠い意味のものは遠いベクトルっていう風に、なんかうまく、えー、っと、より低次元なベクトルにしたいなと。 でこれもこれをまあ N 次元ベクトルまあ、これ K 次元ベクトルかなワンホットベクトルをより低い次元のベクトルにするとまあこれって表現学習ですよね言ってしまえば文章の単語の表現学習をしてあげるということになりますで実際問題あの、えー、文章、えー、単語行列を特異値分解ってやったやつだ PCA ってほ,ほぼあの主成分分析です ってやってもできるん,、まあ、で,きるんですが、まあ、そんなことも一つの手なんですが、えー、と2013年かなぐらいに出てきたワールドベックっていうのは非常にはやりまして、これは何かっていうと、あるインプットの単語が時に、その前後にどういう単語が出てくるっていうのはひたすら予測させるような機械学習をします。で、えー、そうするとですね、何、あのー、ていうか、近い単語が、えー、近い。 ところに表現されてです、ね、さらに、えー、と例えばそあの相対的な位置も、例えばチャイナに対するベイジンっていうのが、えーと、ジャパンに対する東京っていうふうなですね、そういう,よう,なこう相対関係も結構うまく、あのー、なんていうかな、えーとしえーと、国に対する首都の関係みたいですね、まあ、そういう相対関係、つまり移民ネットワークが持ってたような、そういう相対関係に対する情報もうまく表現できるということが、 あの見えてきてきですねあの、まあ、こういう単語の分散表現というのがさらに流行ってきた、えー、ポイントになったりします。で、まあ、それをまあ発展させるものはあのグローブとかですね、まあ、いろんな手法が、えーとまあ、グ,ローブグローブとかファーストテキストとか、まあ、いろんな手法がありますので。 まあ最近はまあ結構まあみな皆さんが何かシステムを作ってあげたワンホットベクターそのものを使うよりかはまあ一旦そこに埋め込んでいただいて単語をより低次元のベクトルにしてからなんかパターン認識にかけるというようなことをよくやるのかなと思います。でまあ、ただですねあの <coughs> 実際やりたいのは単語を一個何か処理するというかはこの文が何を言っているのかというのをやりたいことが多いです。 でそうするとですね、実はあの単語の、単語文章ベクトルのワバ,グバグオーバーズにするとですね、例えば、トムヒッツザロボットとザロボットヒッツトムっていうのではバグオーバーズ一緒になるんですね。カウントという意味ではトムが1回、ヒットが1回、ザが1回、ロボットが1回なんで一緒になります。だから実はバグオーバーズっていうのは公文解析情報を無視してるんですね。つまりその順序情報を無視してる。その順序情報を無視せずに えっと、埋め込むっていうのにはどうしたらいいのかというので、まあ、前回あったリカレントネットワークを使いましょうということで、それがエルボって言われます。でつまり、この、えーまあ、単純に言うと、リカレントニューラルネットワークにですね、入力ベクトルをどんどん入れていくんですね。そうすると、このコンテクスト情報のところに、えー、順番にこう、ベクトルが入っていきますよねと。そのコンテクスト情報に、 文章の情報がエンコードされるので、これを文章の埋め込みに使いましょうというのがエルムの考え方。で、ただ、まあ,あのえ、長い文だと、えー、その過去のやつを忘れちゃう面があるわけですね。徐々に。えー、前回も言ったかな。でそれを、まあな、なんとかしようというので、あのーまあ、リカレントニューラルネットワークを使わずに文章の、あのー、文のエンコードをしようというので、 えと2017、8年ぐらい、8年ぐらいかな、出てきたのは b a っていう、えー、ものとかですね、あのーまあまあ、ニューラルネットワークベースの手法ですで。こういうのを最近は使うことによって、しかもそのバートとかは、えーっと、なんていうのかな、タスクに非依存、タスクによらないので、えー、とにかくいっぱいのデータでですね、バ、えートとか、まあ、GPT とかですけども、あのー、いっぱいのデータで、 えー、先にこいつだけが駆使しておくということをしてあげて、あとはそのタスクに合わせて、あのちょっとした分類器を、えー、トレーニングしてあげることで、あのまあ、分,分が入ってきたら、もうこの分散表現が出てきて、これをなんかパターン認識にかけてあげると、はい、いうことがまあよくされるようにまなっていますよと。まあ、そんな形ですね。はい。で、えっと。 で、さ、え、ら、ー、にですね、こうやって考えると文そのものが何かの分散表現になるわけですね。そうすると、えー、っと分散表現にある意味その文の意味が乗っかっているんじゃないかとすると、それを逆方向に、えー、っとまた分散表現から文にしてあげるっていうふうなネットワークを考えることで、えー、入力文を突っ込んであげると、何かしらかのニューラルネットワークで、 えと分散表現にしてあげて、そこからもデコードして出力分を出力するというふうなニューラーネットワークを考えることができると。で、これが出てきたのが、シーケンス2シーケンスモデルとかですね、すシーケンス2シーケンスモデル、えー、とかの,あのニューラーネットワークを用いた機械翻訳のモデル、えー、とかでして、えー、完全にその先週やったニューラーネットワーク的なももベースに基づいて、考え方に基づいて、大量のデータ。 を用意して機械翻訳を実現するみたいなことができるようになってきましたよということです。で、こうなってくるとですね、実は今日の前半でしゃべっていたですね、あの公文解析とかそういうものは一切いらなくなります。そういうのに明メ的に、あの明示的に人間が考えずともニューラルネットワークが勝手にそれを内部でやるというふうな話になってきて、まあ、2020年代としてはまあそういうふうな まあ、なんて2つの考え方といいますか、比較的明治的にあの文法とかをちゃんと考えるような考え方と、ニューランネットワークの中の処理として全部任せてしまえる方。で、パフォーマンス的には今、大体のタスクにおいて、多くのタスクにおいて、ニューランネットワークベースの方が優位ですけども、まあ、こういう2つの考え方が、えー、とまだいろいろときあの、なんていうか、抗しているというか、まああの、なんていうかな、両方の良さみたいなものが。 あの考えられていいるようなな、まあ、時代かなと思いますけどねでちなみにこの分散表現にしてあげると、まあ、前回の話でもあったかもしれませんが、えー、とこれが言語の分散表現なのか画像からできた分散表現なのかっていうのがあまりどっちでもよくなります。結構どっちでもよくなります。なので例えばその入力画像を入れてあげて CNN で分散表現を作ってあげてそれをデコーダーの RNN に入れて文章を作るというタスクを考えると 画像,を日本画像を文書で説明する、文で説明するようなシステムを作ることができますと、ある程度。っていうふうに、あのこういうふうにですね、文の,の解析とかから離れて、えーと、ベクトル化してあげたデータを分散表現にしてあげて、そこからこう生成する、何かをやるというようなことを考えることによって、ある意味そのテキストというものに縛られない。 タスクに広がっていくことができるということで、まあ、なんていうか、あの機械学習が、えーまあ、人工知能の範囲をあの、まあ、自然言語処理を超えて広げていく、えー、いいステップになっているんだなというふうには思いますよということですね。はい。はい、よいしょ。まあ、このようにですね、まあ、非常にまあまあ広がりのある分野で、まあ、ございますと。 ええことで、これをまあ入り口にしてですねあの、今日はもう本当に導入しか喋れなかったわけなんですけどもあの、これを入り口にしていろいろ勉強してほしいなと思いますが、演習14-4だけやっておきましょう。以下の記述で最も不適切なものを選べ。不適切ですからね。はい、じゃあやってみてください。はい、じゃあ,あの解説をしたいと思います。はい、えー、っと、えー、っと、不適切なのは、 ほ、えーえー、とんどの文中に、えー、っと文中で解説の中で言ってたことですから、まあ、一応いきますか、えー。系列変換モデルを用いることで、シーケンス・とシーケンスモデルを用いることで、文法に関する知識を一切人で実装することなく、機械翻訳をある程度実現できる、丸ですね、はいでえーっと。単語に埋め込み手法、単語の埋め込み手法を用いることで、似た意味を持つ単語に近いベクトルを入れていることができる、丸ですね。 単語埋め込みそのものですねで。単語文章行列は公文回数の結果を保持する。NO ですね。で、バ g ブ f ーズ基本的にはバグオブ f ーズですがバ Bug of っていうのはカウントだけ、ワードのカウントだけを問題にするので、あの順序関係っていうのを無視します。なので、これが罰ですねで。単語をベクトルとして表現するワンホットベクトルでは、異なる2つの単語を表すベクトル間のユークリッド離は単語によらず一定である。まる、あ、ですね。0100だろうが、00。 ゼロまあ、この2つの距離を測ってあげると、これ引いてあげると、えー、と0の1の0マイナス1で、えー、これのユークリッド距離を計算してあげると、えー、ルート2ですね。OK? ーーはい。よりません。はい。まあ、とりあえず以上で、えー、今日やったことは以上です。まあ、自然言語処理、まあ、非常に広がりがあって、まあ、面白い分野でありますあの。ネットで検索してもらってもですね、あー 自然言語処理100本ノックみたいなページが出てきて、自然言語処理の必要なテクニックっていうのはですね、いろいろ演習で紹介してあるページとかもありますので、もし興味ある人はですね、そういうふうなものをですね、あの冬休みとか夏休みとか、まあ、そういうところでガッとやってみてもらったりすると、勉強になるしあの、まあ学、学部の研究室とか大学院であのそういうことやりたいかなと思うことの、まあ、チェックになるというか、なると思いますので。 もしよかったらまた、えー、と見てみてください。はい。では、えーと、以上で終わりたいと思います。お疲れ様でした。